青少年問題審議会は、中央青少年問題協議会を前身として1966年に設立された審議会。中央省庁再編に際して1999年に廃止、総務庁に設置された。歩道取締り、少年鑑別所や少年院など対策に重点を置いた中央青少年問題協議会と比較して、 学識経験者から構成された青少年問題審議会は審議に重点を置いた。青少年問題審議会は総理府青少年局設置、中央青少年問題協議会廃止と同時に九百六十六年三月に設置された。九百八十三年六月の青少年問題審議会答申をきっかけとして、各省庁で青少年の非行に対する取り組みが 始まった。中央省庁再編に際して1999年に廃止され、その機能は内閣府に移管された。青少年問題審議会、第二部会記事録平成10年10月26日、平成17年版青少年白書参考資料16、有害環境問題と対応の推移。 ABC 平成11年度版青少年白書第一部青少年行政の歩みと21世紀への展望台145回国会青少年問題に関する特別委員会第二号平成11年3月31日 ABC 戦後社会と青少年行政の変遷青少年の健全育成から市民育成への転換新潟大学大学院現代社会文化 研究科2006から12審議会等の整理、合理化に関する基本的計画平成11年4月27日閣議決定。ありがとうございます。